村本大輔は、日本の元競輪選手。日本競輪選手会静岡市部所属。あだ名は、ゴールゴ。静岡市出身。日本競輪学校第77期卒業。師匠は、伊藤勝也。初出走は1996年4月20日、伊藤温泉競輪場。初勝利も、同レース。静岡市青池を流れるしな川沿いを、 ロード練習のコースとしている静岡所属の選手サークル、ガラシナ軍団のリーダー的存在であった。私立静岡北高等学校を経て、日本競輪学校に入学し、デビュー後から順調に S 級に昇級して、すべての方向に動きの良い追い込み選手として売り出した。あだ名のゴルゴは、お笑い芸人 T.I.M. のゴルゴ松本に似ているからであるが、このことで、 ジテレビ系列で放映されていた番組「力の限り55号」のコーナーにおいて本人と対面し以降競輪界のゴルゴと名乗ることが認められたその後2005年に特別競輪の高松の宮記念杯競輪で優勝を果たしその表彰式でゴルゴ松本の持ち芸である「いのち」を行った レース中において選手がパフォーマンスを行うことは禁止されているが、村本大輔だけは、スタート直前に何らかのポーズを取ることで有名になっている。このパフォーマンスは、競輪場側の姿勢に左右されるところがあり、立川競輪場でのレースにおいて、選手入場時に一礼するところをわざと、命のように左足をわずかに上げるような仕草をしたりなど、普段は、 明らかにならない範囲においてそれとなく織り混ぜることが多い。しかし寛容な競輪場では派手に行うこともあり、平塚競輪場において行われた、競輪グランプリ0語において、発想台の上で、ゴルフ13のスナイプポーズを数秒間行った。2016年11月7日、静岡支部にて手続きを済ませ、同月15日付で引退した。 前年10月の松坂ファイでの落ち者以来長期、欠場中だった。通算成績は1588戦中347勝。最後の直線でダッシュをかける追込選手。選手としては一般的なスタイルであるが、前にどんな強い選手が走っていても、最後ギリギリで逆転できる足を持つ。ありがとうございます。